ぞ。どうも社長。どうもタカちゃんです。マンズマンズ。タカちゃん、はい、現在ホタテが輸出できなくて、はい、ちょっと止まっちゃってるんですよ。あ、その青森県内で。そうです、そうなんです。なのでホタテの行きどころがなくて困っちゃってるので、はい、そこで地元の中学校で、中学校でそのホタテを使った給食を作ろうと考案してくれた中学生がいるらしくて、なのでそこにちょっとお礼しに私行ってまいりました。ほら、ホタテタカちゃんも一緒に行けたらよかったんですけど、そうですね、ちょっとスケジュール合わなかったので私だけ行ってきましたので、すいません、タカちゃん多忙ゆえ申し訳ございません。多忙ゆえ、そうですね、めちゃくちゃ行きたかったんですけど。そうですね、めちゃくちゃ行きたかったんですけど、ね、そこにね結構いろんな取材だったりもね同じ日に固まっちゃったので、取材人だらけで大変だったんですけども、その中行ってきましたので、今回は何回ですか。前回はね高校生に行ったけど、今回は中学校に行ってきましたので、はい、それでは中学校の様子をどうぞどうぞ。よそれじゃあ、これから行ってきたいと思います。皆さん、こんにちは。こんにちは。よしカード。これ頭良くなる。なるなる。よし。あ、もうみんな食べ終わってるんだ。そうですね、まあ、中でも地元の中学生たちなので、そうですね、中国の輸出が止まっちゃってちょっと出せない状況で、そうですね、やっぱり地元の生徒でも工場といいますか、はい、工場にも体験できてくれたこともあったので、そうです、中国の、はい、今さまざまなインタビューだし終わりました。タカちゃんも来ればね半々出てきたんですけど、今回私だけということで、まず37で作ったことねえんだけど、何やってもらう、めっちゃ全部やるってもらう、タカちゃんの気まぐれ、待って、サインなんか作ってないんだぞ。ありがとうございます。サインなんか作ってないんだぞ。ありがとうございます。はい、いえいえ、ありがとうございます。
取材にします。あ、一緒材にします。タカちゃんにちょっとお返しします。はい、はい、以上現場からでした。現場からでした。結構ね、みんな楽しみに美味しく食べてくれてるの。よかったね、楽しそうで。いいですね、楽しそうで。いや、あなたが来れば取材半分半分でできたんですよ。私の分のサインはですね、この後、後日、あ、そうですか。皆さん の、 生徒のお宅一軒一軒私も渡りますんで。サインしたいみたいになっちゃってるよ。一軒一軒私ちゃんと書いてきました。あ、そうですか。追加で。すごいです。びっくりしましたよ。急に。やっぱサインは作っとかないと。そうですね。いけないなと。まあね、こうやってね、消費してくれればいいなと思いますよ。そうですね。もうじゃあほぼ完食ですか、もう。そうです。私食べる分なかったので。食べてみたかったんですけど、なかったんですよ。なので、ちょっとね、こういう形で青森県のね、あちこちの給食に普及していったらいいかなと思います。そうですね。で、まあ、もしよければ、よければ、各市町村の青森県内の、まあ、その学校関係者の皆さん、はい、このまあホタテのいろんな料理、はい、使って、まあ、PR したい際には、我らマンズマンズチャンネルを、あ、なるほどなるほど、呼んでいただければ、はいはい、ければまあ、特に、まあ、力になるかどうかは分かりませんけども、そうですね、一応どこでもお伺いしますので、しますので、ここだけ待っております。はい、まあ、できれば土日でお願いします。学校休みですね。そうです。休日なんから行こうとするんじゃないよ。学校休みですね。なんでね、今回はこういう形で一応皆さんにお伝えできたんですけども、はい、実は、はい、今我々、ホタテがメインじゃないですか。バンズマンチャンネル、はい。なんですけども、今違うところにちょっと山六水産の支店を設けまして、今そこを主軸に頑張ってくださる、浜子さんっていう方がいらっしゃるんですよ。はい、女性で漁師やってる方で、それこそ、アマさんの仕事だったり、はい、様々なことをやってるんですけど、その人の作るシダコンはね、まあうまいです。なので今それを絶賛販売中なんですけども、あら、注文もありがたいことにね、ものすごく来てもらって、やった、もう忙しいで白子足りないよっていう状況になりつつあるぐらいすごく好評なんですけども、今回はその白子をどういうふうに皆さんに発送してるかっていうのを、はい、一度お届けしたいなと。あ、わかりました。なんでね、ちょっとさ、梱包シーンだけ撮れてきたので、はい、それを見てもらいたいなと思うんですけども、はい、いずれね、ちゃんと我々に回ってくる分、今お客さんに出すので精一杯なので、はい、我々に回ってきた際にはぜひね、浜子さんと一緒にね、コラボしたいな。安心しました。何安心しました？私食べてないよ。大丈夫、私も食べてないんで。あ、そうですか。なのでね、もうちょっと三崎気が沼かな子さん、そしては浜子社長の3人目の女をじゃあ紹介していこうかなと思いますので、皆さんにはね、ぜひ一緒にね、撮影できればいいかなと。わかりました。思いますので、はい、なんでね、その様子を皆さんご覧ください。どうぞ。美味しそうでしょ。美味しそうでした。かなりあれは深海のタラっていうのにこだわって、結構浅瀬で、ね、網で取ったりもするんですよ、タラっていうのは、はい、でもここは深海のタラにこだわってるので、白子の濃厚さが全然違うんですよ。いや、確かにかなり大きかった気がしますけど、ひだ大きいし綺麗だし味も深いんですよ、これ。なので鍋とかね、刺して食べたいねと思って。
そうですね。なのでね、皆さんね、ぜひ冬やっぱ旬が来るんでチャンスなのでぜひガンガン楽しんで、そうですね、浜子の白子っていうネーミングで商品化しました。検索してもらえればいいと思いますので、どしどし、はい、よろしくお願いします。なんでね、今回はこんな感じで分かります、終わろうかと思います。はい、このチャンネルが面白いと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。では。